時は満ちた。サッカーは腐敗した。もうどこにもあの頃のサッカーはない。フィフスセクターはサッカーを管理しているのです。これがライモンか。俺はサッカー部に入るんだ。今のサッカーに本気になる価値なんてないんだ。敵はとてつもなく恐ろしい相手だ。ホーリーロードは支配されている。優勝なんか不可能だよ。なんかじゃない。今は11人全員が敵。勝利の可能性は 0%。 ダメだ、どうにもならない。最初から負けると決まってたんだ。でも俺たち勝ちたいんです、遠藤監督。サッカーやろうぜ。はい、これが稲妻イレブンの第4弾。